エリキシールスルファニルアミドのビミエリキシールスルファニルアミドは不適切に調合されたスルファニルアミド薬であり1937年にアメリカ合衆国内で100人以上が死亡する集団中毒事件を起こしたこの一件と類似事件に関する市民の叫びは1938年の連邦食品医薬品化粧品法制定につながりアメリカ食品医薬品局による 医薬品規制が大幅に強化された。1906年制定の純正食品医薬品法と1914年のハリソン麻薬税法で麻薬数種の販売を禁じていたもののアメリカ合衆国には新薬の安全性を担保するための行政監督が存在しなかった。エリキシールスルファニルアミドによる薬害は翌1938年の連邦食品医薬品 化粧品法制定につながり、アメリカ合衆国の医薬品安全に大きな影響を与えた。1937年、製薬会社の SE、マッセンギルカンパニーは、ジエチレングリコールを溶媒としたスルファニルアミド剤を調剤し、エリキシールスルファニルアミドと名付けて発売した。ジエチレングリコールは人をはじめとした、哺乳類に害をもたらすが、 マッセンギル社の主任薬剤師、科学者だったハロルド・ワトキンスは、この有害性に気づいていなかったという。ジエチレングリコールは、不当剤の原料ともなる化合物だが、甘みがあるため、ワトキンスらはこれを溶媒として、シロップを作り、さらにラズベリー味をつけて売り出した。当時動物実験の実施は、法律上必須ではなく、新薬の上司前に安全試験を行う。 行政機関もなかったので、マッセンギル社はこれらの試験を行うことなくこの薬を発売した。薬自体はサルファ剤を主成分とした咳止めシロップであった。マッセンギル社が1937年9月にこの薬を発売した後、10月11日までに米国医師会へこの薬による死亡例が複数報告された。結局この薬によって、 子供を中心に100人余りが犠牲となった。アメリカ食品医薬品局も届け出を受け、流通した薬を再び観察下に置くべく大規模調査を実施した。フランシスケルシーが研究を手助けし、不計剤として使われていたジエチレングリコールが致死的な副作用に寄与していると明らかになった。都がを認めるよう迫られた会社のオーナーは、 我々は適法かつ専門的需要に対して薬を供給したのであって思いがけない結果については全く予見していなかった。私たちの持ち分に関して一切の責任はなかったと感じている。We have been supplying a legitimate professional demand and not u n s c r i p d have foreseen the unlooked for results I do not feel that there was any responsibility on our part と 悪名高い発言を残した。主任薬剤師、科学者だったワトキンスは、後半を前に自殺を図った。しかしながら、FDA の調査の結果マッセンギル社に課されたのは、エディキシールとの命名ながら、調合にアルコールを含んでいないことに対する、わずかばかりの過料であった。FDA の不十分な監督処分と、製薬会社側の不誠実な発言は、 世間の大きな批判を生むことになった。事件から1年後の1938年、連邦議会は世間の声に応えて連邦食品、医薬品、化粧品法を通過させ、製薬会社には新薬の動物試験を行うこと、また発売が認可される前に FDA へ実験結果を提出することが求められるようになった。またこの法律により、 販売した薬品で健康被害が生じた場合、FDA は製造業者へ責任を負わせることができるようになった。ありがとうございます。